明けましておめでとうございます。カフェテランゴの茅沼です。今月のおすすめセットを紹介したいと思います。2018年、まず最初のおすすめセットはコスタリカの新豆です。ラ・リアマイクロミルのピエサン農園ね、2017年はダブルフリーウォッシュドというね、2回洗いの豆を販売しました。今年は引き続きダブルフリーウォッシュドとホワイトハニー、そしてレッドハニーと、ピエサン農園だけで精製方法違いを3種類用意しました。これで同じ農園の、まあ、同じ生産者の同じ農園で、同じ品種レッドカツアイ、これで精製方法が単純に違うもの、ね、ダブルフリーウォッシュとホワイトハニーレッドハニーと、この精製方法でどういう風に風味が変わるか、これが体験できるセットとなっています。まずダブルフリーウォッシュとはね、2回洗いということなんですが、コスタリカではソーキングを使った精製方法のことを指します。ソーキングというのはね、果肉を取って、その後干す前に24時間程度ですね、まあ農園によっても違いますけれども、24時間程度きれいなお水につけおくと、それから干すということですね。まあこれによりですね、非常にクリーンで研ぎ澄まされた味が実現できると、ね、キャラメルとかレザーというのは革製品ですね。あとは、ピーチ、ウーロン茶書いてあるね、スタッフのねコメントも参考にしてるんですけれども、あとはチェリーとかね、割とフローラルな感じも多いです。で、もう一つがホワイトハニー。カフェテナンゴで扱うのは初めてです。で、ホワイトハニーはイエローハニーよりも果肉の残し方が少ない、ミューシレージが少ないということで、まあ正直ね、カップにどれぐらい影響があるのかと、まあ、ほとんどフリーウォッシュと変わらないんじゃないかというね、心配があったんですけれども、これ届いてみて、飲んでみると非常に素晴らしかったと、ね、いうことで、これは楽しみですね、もうね、白ワインとか、あとグレープフルーツ、マスカットね、やっぱり白を連想させるようなフルーツがかなり、多いということですね。あとはね、ヨーグルトとか、バター、まあ、乳製品系ですね。非常にクリーミーな感じもあるということで、まあ、今回ね、3種類ある中で一番面白いというか、スタッフにも人気だったロットですね。私もこれ大好きです。これ絶対ね、ヒットしますね。はい。で、3つ目がレッドハニー。去年はサンタロサ1900のレッドハニーだったんですけれども、今年のレッドハニーはピエさんのレッドハニー、ただ生産者がラ・リアというね、同じ生産者です。ここのレッドハニーは特徴的で、非常にナチュラルに近い、ナチュラル寄りのフレーバーを出してきますね、レーズンとかパイナップル、椎茸、これ誰だ、俺だな、まあこう出汁みたいな感じですかね。まあ椎茸っていうとなんかちょっとって思うかもしれないですけれども、そういう出汁のような感じ、旨味成分がたっぷり詰まっているという感じですね。あとは、カシスジャム、赤ワイン、ブラッドオレンジ、やっぱり赤を連想させるようなものが多く感じられるということでしょうかね。2018年最初のおすすめセットはコスタリカのラ・リア、精製方法3種類、これでいきたいと思います。皆さん2018年もたくさんのご注文
お待ちしております。